僕は北海道でロケット打ち上げてるんですけど、それの原料バイオメタンなんですよ。リキッドバイオメタンをもうすでに使ってるんですね。その原料になるのが糞尿なんですよ。北海道は、僕らの糞尿はもともと三栄牧場さんっていうその町にあるでっかい酪農の牧場さんが原料なんですけど、もともと自家発電に使ってたんですね。メタンを、メタンっていうかガスを。それだと、ロケットには使えないんで、蒸留して純メタンにして、それを液気化してもらってるんですけど、やっぱりプラントが高いからなかなか皆さん導入されないんですよ。はいはい、バイオガスプラントを入れるのだけでも、補助金とか今フィットとか、要は電力の買い上げ制度とかあるんで、そういうのを利用してみんななんとか入れてるんだけど、やっぱり相当やる気がある人しかやんないんですよね。だから技術が安くできるんだったら、北海道の酪農家さんにどんどんその推奨していって、メタンだけ回収できれば我々はいいんで、牛のおしっこですよね。牛のおしっことうんこで。ああ、なるほど。はい。わかりました。今だと1日1トンぐらいしか作れないんで、ガスをね、ガスってかリキッドバイオメタンそのものを、もっともっと作ってもらわないとロケットバンバン打ち上げるんで足りないよねって話をしてたんで、どんどんバイオガスプラント作ってもらわないといけなくて、そのために原料からメタンを抽出しないといけないんで、うちのロケットもあれですよ、完全サステナブルですから、 100% 再生可能エネルギーで飛んでるロケットって世界でうちしかないんで、ぜひ民間初で打ち上げてほしいと思ってますので、はい、最初化石燃料使おうと思ってたんですけど、意外とね、LNG から作るのも大変で、純度が低いんで、純度を上げるために結局蒸留しなきゃいけなかったりとか、それをできる設備が関東にしかなかったりとか、そこからタンクローリーで運ばなきゃいけないとかって考えると結構大変で、地元で牛糞から作れるんだったらそれはそっちの方がいいじゃんと。あとカーボンクレジットもらえるんで、排出権取引市場が日本でもちゃんと立ち上がってくるんで、そこでメタンは CO2 の25倍なんで、それを燃やして CO2 にするとそれだけ温暖化ガスが減るんで、カーボンクレジットもらえるんです。そうなんですね。